皆さんこんにちは。好きな動物はシマウマです。理由は鳴き声が面白いから。はい、かけらじ声優1号改め皆口めぐみです。名前をつけてもいいとかけらじの総監督から許可が下りたので、今日からはこの名前でやらせていただきます。名前の由来はまあ分かりやすく、好きな声優さん2人から取らせていただきました。視聴者の皆様、改めてよろしくお願いいたします。今日語っていきたいのは、私も大好きな人気ナンバー1声優の林原めぐみさんがジャンプアニメで演じたキャラを紹介したいと思います。霊光共犯症。あんたは私を正義と言ったが、そんなつもりは全くないよ。たまたま嫌いなやつに圧倒が多いだけのことさ。このセリフで分かった方もいるのではないでしょうか。そうです。悠々白書の玄海師範の若い頃の声を林原めぐみさんが担当していました。玄海師範は霊気が高まったほんのちょっとの時間若返ることが可能で、暗黒武術改編ではちょくちょく出てきていましたね。懐かしいな。よくわかんないけど、かっこいいんじゃないのかな。だって、僕の目を魔法で直してくれたもん。こちらはドラゴンボール Z から太い魔人ブーに襲われそうになるも、目が見えなかったおかげで殺されずに済んだ盲目の少年です。なんと名前もないキャラクターを林原めぐみさんがやっていたのですね。これはわからない人も多かったんじゃないですかね。あなたも捕まったの？かわいそうに、こんな可愛い顔してるから狙われちゃうのよ。まあ、私には負けてるけどね。こちらは人空の主要キャラ、リホコ。ふんどしの人空、大地の当時の妹ですね。林原さんの声にぴったりな女の子だったと思います。また原作と設定が異なり、アニメ版では機械いじりが得意なエンジニア要素が加わってますね。機械を直す女の子ってかっこいいですよね。何がおかしいの？水まんじゅう。シャーマンキングから京山アンナです。主人公陽のいいなずけのいた子で、その名前の通り、恐ろしい女の子です。恐妻ってやつですね。ただし、世の男が羨むほどの美少女で、漫画の主要キャラも一目惚れをしていました。クールなキャラといえば現在、コナンの灰原さんですが、こんな人物も演じてたのですね。さすがは林原さん。嘘、つかないでよ。私、どっかの王子様の子なんかじゃないよ。そんな人知らない。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。現在放送中のワンピースからドレスローザ編に出てきたレベッカです。母親が殺され、父親が表にされたため記憶を失いながらも、いつか父親に会うべく殺し雨で戦いを続けていた元お姫様を見事に演じています。林原さんファンとしては、ワンピースのルフィ海賊団に新しいメンバーとして入ってほしかったんですが、贅沢でしたね。それでは以上がジャンプアニメで声優林原めぐみさんが演じたキャラクター5人でした。今日の動画についてのご意見や感想をぜひ下のコメント欄、もしくは Twitter にお願いします。この動画が気に入ってくれたら、グッドボタンもぜひ押してくださいね。押してくれたら、あなたにいいことがあるかもしれません。また次回お会いしましょう。では、バイバイちゃん。私たちの動画、見てくれてありがとうね。気に入ったら、チャンネル登録、よろしくね。エリーのゲーム実況チャンネルもやっています。こちらもぜひ見てくださいね。